おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナー作家の高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントテクニックをお届けしたいと思います。今日は12月は2日土曜日ですね。晴れのいい日ですが、今温度は1度です。1度、ほとんど凍りそうな温度です。はい、今日もですね、江戸川の土手からお伝えいたします。今日のテーマはですね、自分の思い込みで判断すると間違えますよというお話です。全然予想外のものが評価されますよというお話です。実はですね、2年前にこんな本は絶対売れないだろうと思って書いた本があるんです。その本がですね、評価されて、ある大手の新聞社から電話が入りました。実は社内であなたの本を特集に組み込みたいと、営業マン錬成の本としてですね、取り上げたいという電話が入ったんですよ。嬉しかったですね。まあここではまだアップされてませんから名前は伏せますが、皆様よくご存知の大手の新聞社です。はい、何という本かというとですね、皆さん聞いたらと思うと思います。全く売れないであろうと思って書いた本です。はい、本の名前は地上最強のゴキブリ営業術。地上最強のゴキブリ営業術です。そしてですね、副題はこのゴキブリと言われたら合格、二度と来るなって言われたら一流、あなたはこのような時代だからこそ、このような時代だからこそ地上最強の古い営業スタイルでやってみなさいと、成功するよという本なんですよ。超時代遅れのゴキブリ営業術という章も中にあります。はい、今の時代はですね、スマートに科学的に営業をやればいいんだと、カスタマーフォーカスじゃないと絶対無理だと、お客様が来てくださいと言ったら行けばいいんだという営業の時代ですよと皆さん言うけれども、実はですね、この本で説くゴキブリ営業マンみたいのが結局は成功してるんだよという本なんですよ。時代が変わろうとも、人の心を掴んで物を売り込むにはゴキブリのようなど根性が必要なんだと、殺されても叩かれても、親は死んでもその子供が残したですね、卵が孵化して親をぶっ殺してくれたその家にですね、だいたい1匹の卵巣から13匹のゴキブリが生まれるんですが、ゴミためから這い上がってですね、成虫になって親をぶっ殺してくれたその家の台所にドバーッと13匹が戻ってくるという恐ろしい習性があるんですよ。それぐらいのど根性がないと営業マンとしては生き残れないし、こういうですね、売れない時代なればこそ超時代遅れのゴキブリ営業術でやりなさいという本なんですよ。これをですね、大手の新聞が特集組んでくださると言うんですから、まあこの世の中はわからないですね。
今日の結論、自分の思い込みで物事は進めてると間違えますよ。世間は全然違う角度からあなたを評価することがあるというお話です。はい、今日はこのあたりにしておきましょう。さようなら。